はいどうも皆さんこんにちは。ということで今日はですね、サップフィッシングに必要な道具冬編をお届けしたいと思います。はい、ということで私これがサミヘイ編でございますね。名付けてサミ編でございます。いいでしょうか、はい、サミ編で今日は行きたいと思いますけど、はい、まずはですね、普通にと単純にまあもうサップね、サップが必要。これザラーっと並んでこういう感じになっておりますが、サップ、そしてもちろんパドル、ね、パドルはなるべく軽い方がいいですね、はい、これ私カーボンになっておりますので非常に軽いです。はい、そしてじゃあ、ケツから攻めてみようか。ケツから、はい、まずはですね、このリーシュになりますね。リーシュをまずここにね、こうやってつけてこれ入るときに全部バーってつなげてからですね、これをやっぱもうこういう感じで持って海に入っていく感じになるんですけど、そしてもちろん私はこれ人によってなんですけど、私はクーラーボックス持っていきます。はい、クーラーボックスは椅子代わりにしております。はい、まあ乗るときはこういう感じで乗っていくんですけど、出るときは出て、だいたいもうちょっと用意して、はい、よし準備満タンだときにはだいたいこの辺ぐらいで板のこの辺ぐらいですね、あの椅子にしております。はい、クッションとかたまにここに置いて普通痛くなるんで、ここにクッション置いたりとかしますね。はい、100円ショップとかで売ってるなんかいつでも捨てていいようなクッションつけたりしてます。はい、そして、このカゴ、私はこの自転車のこう止めるやつですね。はい、これをあのこのような形に、これもちょっと工夫してるんですけど、でこのようにこういうふうに、これが超大事なんです。これが、はいはい、これがこのような形でこういうふうに動かないように固定するわけですね、はい、こちらもなんですけど、はい、このように私はしてるんですね、私は、はい、そしてタモですね、はいはい、魚釣った時のタモ、そしてタモなくならないようにこういうのついてるやつをおすすめします。はい、これはもうこういうところにつけるんですよ。これはこの辺にこうつけて、はい、まあ、乗るときはこうでもいいし、あとはもうこういうふうに置いてたりしてますね。はい、で、次は旗、はい、我らネイチャーギャングのこの旗を、はい、あの目印としてね、はい、船とかよく来るんで、うん、船にもね迷惑かけないように。そうですね、そして竿はですね、今私アブガルシアの竿を使わせていただいております。はい、アブガルシアですね、 SXPC63-1 ってやつですね。竿は2本です、はい、私、まあ、ちょっと柔らかめなやつで、はい、こっちはもうちょっと硬い3番、はい、こっちは、水深だいたい 20-30m からもう 70m ぐらい、はい、80-100 以内ですね、はい、こっちはもう100以上、はい、100から300ですね、はい、100から300ぐらいのところで使用してます、はい、で、あの水深によって使う竿を分けてます。分けてる、はい、そして、はい、いつもね、はい、ネイチャーギャング視聴していただいてる皆さん、私はこの GoPro のこの棒と、はい、この長めの棒とストレートタイプなんですね。そうですね、でこれをこのロッドホルダーみたいなのを、ね、4つぐらいつけてるんですけど、これをでこのようにね、だいたいこんな感じで座ってこうやるんですけど、ちょっと今フィンがあれ、そうですね、はい、それで冬なんで、はい、ウェットですね、スーツ、ウェットスーツ、はい、でこれはもう浮き輪になるんで、うん、ライフジャケット代わりにしてますね、はい、これはライフジャケットと一緒ですよね、はいはい、でこれを入れる、まあ、このようなね、あの濡れてもいいような袋とかね、あると大きめのやつね、はい、で
冬寒いよね。そうですね。ブーツ。本当に寒いです。これはもう好きな自分の、はい、何でもいいですね。別になんか特にこだわってメイクは使いません。はい。そしてあのこれ防水バッグなんですけど、防水バッグ。これはね、はい、すごいあの大活躍ですね。はい、やっぱりあの入ったりとか戻ってきた時に濡れることがやっぱりどうしてもありますんで、はい、それ用にこう必要な。あ、小物とかこういうのとかを全部入れてって、はい、一発目でいきなり濡れないように、はい、こういうの入れてったりしてます。で、基本的にはハサミ、これ血抜き用ですかね、はい、血抜き用と魚をね美味しく食べるための締め道具、あとこれは針外し、はい、フックとか外したりとか、はい、あとはこういうジグの、あ、フックを変える、こういうフックとかをこう変えたりとかするようですかね、はい、私の今エースがジグも紹介して、はい、ジグもこんな感じになっております。ですか、ね、TG 水分、今これあるのが80、はいはい、そして、TG ベッド、これも、60g ですね。限定カラーのやつで、これ結構最高です、はい、で TG 水分40、だから40、60、80って感じで、そしてこちらが、こちらも面白いですね。これもね、あのこいつマジ連れてるんですよ。結構ボロボロになってますが、ここにねグローが入ってる、はいはい、で予備でもし中心回用なんで、これ200はで、もしこれなくなっちまったらっていう感じで予備で一応1個持ってってます。これ本来はね、あのヘルムのはい、ロッドの中にこれが入ってくるんですけど、はい、ロッドで、ただこのロッド、あのこれは俺の SLJ では使わないので、ジグのこう傷つかないように一応こういう感じで1個あれしております、はい、あとは、スタート、あー、タイラバーもね、一応なんかその日のバイブズによって変えていくんで、でこちらも TGベイトですね。TG ベイト、TG ベイト。で、これ FK になっております。FK ジグ。そうですね。あんま最近 FK ちょっと自分ダメなんですけど。そんな感じですかね。はい、基本的には。これはね、はい、太刀を釣りに行くときに、はい、やばいんで、はい、うわーっつってやる感じなんだけど、はい、まあ、太刀をシーズンが来たら、とりあえず一緒に持ってっております。はい、このようなカゴに、いいですね、このようなカゴをね、横にこうやってカゴで、こんな感じでね。はい、で、だから全部もうこの辺を入れるわけですよ、はい、このように、はい、で、まあこいつはで、これもなんかどっか引っ掛けて、はい、引っ張りとか、あと必要なのはちっちゃいタオルと、はい、あ、服着替える時用のでっかいタオル、はい、タオル2つあるといいですね、はい、こんな感じでこのように全部こういうふうに入れて、タオルとかも入れて、うん、ちっちゃい方、うん、このようにですね、このもうポンって入れていくわけですよ。はい。濡れないでも取れるように。で、あとこの俺のカゴのいいところはちょっとこっち側映してしまっていいですか。こんなようにジグをある程度取り出して、今日使うやつはもうこのように引っ掛けて、はい、置いとけるんです、このカゴで。便利ですね。一応こんな感じの仕様になっております、私は。はい。まあ、これをね、参考にですね、あの皆さん自分のそれなりの、まあね、ジグだったりとか竿だったりとかいろいろ違うと思うので、自分なりの、でカスタマイズして見てもらってはいかがでしょうか。はい、とりあえずこれは今回はサミ編でございました。はい、はい、そのような感じで2023年、これでちょっとどんどんもっといい超過を見せれたらと思っております。はい、ということでそんな感じでした。ネイチャーキャンプよろしく。